ベルマン帝国軍の老将校から聞き出した村の人々が移送されたという南の鉱山地帯へ向かう子供たち。その鉱山地帯へ差し掛かった頃、すでにボロボロになった一両のガスコ軍の戦車がよろよろと近づいてきた。あ、問題ないのです。仲間の戦車かと子供たちは安堵したが、なぜかその戦車はタラニスに向かって攻撃してきた。おい、ベルマンめ。攻撃してきたボロボロの戦車は突然煙を吹き上げ、自滅するように動きを止めた。戦車の中から一人の少年が転がり出てくるように脱出し、タラニスに恐る恐る近づいてきた。そうか。少年はジンと名乗った。ジンは鉱山地帯にある工場主の息子だったが、ベルマン帝国軍の襲撃に遭い工場を奪われ、父も殺されたという。父を殺した帝国軍の女士官はまだ工場を占拠しており、ジンはその女へ復讐の機会を伺っていると話した。許さねえ。どうかしら。うん。工場には捕虜が何人か強制的に働かされているらしい。彼らを救うため子供たちはジンを迎え入れた。いいぜ。ジンはタラニスの機械に興味津々で戦車内をうろうろ見回っていた。すると誰かが機械の不調に悩んでいる様子を見かけ声をかけた。おい。心配するな。素敵。楽勝だぜ。ジンは謙遜しつつ、再びタラニスの機械を興味深そうにキョロキョロと眺めながら歩き去っていった。任せて。やったぞ。
任せて。どうだ。みゃん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 。よし。楽しみだね。これでいい？できた。行くぞ。どうもなのです。元気？行こう。僕たちは負けない。防御体制なのです。これで大丈夫よ。どうだ。いい調子なのです。総員前進なのです。
野郎。どいて。発射なのです。行こうぜ。行こうぜ。あっけなかったな。怖くないぞ。
ために。みんな勇気を出して。みんなのために。しないです。逃がさないで。しっかりしろ。大丈夫よ。逃がさないで。撃つぜ。
きましょう。照準よしなのです。完璧な作戦だったのです。
怖くないぞ。ちょっと休むか。
るぞ。元気？行きましょう。ゆっくり待ちましょうか。よし。俺に任せろ。調子はどうだ？今はちょっと。よ、ええ、行きましょう。どうしよう。Thank you.
逃がさないで。メイも頑張る。何も怖くないぞ。楽勝だぜ。行こう。行きましょう。行きましょう。お前らはおしまいだ。逃がさないで。逃がさないで。どっかに行っちゃえ。メイ、怖くないよ。悪い人だよ。怖くないぞ。取ってこいよ。
逃がさないで。よし、頑張って。
行こう。俺の邪魔をするな。
私の番ね。そんな気分じゃないわ。しますね。ごめん。いいえ。うん。ありがとう。よし。大きく育てよ。やってやるか。やってやるか。終わったな。
だこれ。悪くないな。なんだこれ。行こうぜ。楽に勝てたみたいだね。任せろ。行くぞ。楽勝だぜ。やってやるか。解いてくれよ。ご機嫌いかが？子供たちはジンに案内され、鉱山地帯にある工場にたどり着いた。くそ。お願い。まあそうだな。工場の警備につくベルマン帝国軍の戦車隊にひときわ強力そうな戦車が配備されているのが見える。その戦車から一人の女士官が姿を見せた。ふん。
ジンがフラムの言葉を聞いて怒りに震えた。許さねえ。ああ、よし行こう。ひどい。攻撃の準備を。ダメージを受けてはもうソウルキャノンを撃つしかないわ。
んなバカな。うん、その時、奇跡的に生き残ったフラムが敵の戦車から這いずり出て地面に倒れ込んだ。ジンはフラムが望んだ通り、とどめを刺そうとタラニスに照準をつけさせようとした。しかし、しばらくうつむいていたが、ゆっくり顔を上げフラムに怒鳴りつけた。くそ、倒れ込んだフラムに子供たちはそれ以上何もせず、囚われた工場の人々を解放し始めた。フラムは子供たちをギッと睨み、よろよろと立ち上がると二度と振り返らずに立ち去っていった。許さない。